まあ、その頃のピッチングコーチも大変だったでしょ、でも選手も。空気がもうそういう空気になってきたでしょ、近藤さん。そうですね。もう完全に。それはずれるわな。はい。やってられんよね。で、ピッチャーのトレーニングって、必ず50メートルなんです。うん、走るの近藤さん来てから。ああ。それじゃやらない。もう走るのは50が一番だっていう考え方でも、それです。いる間はずっと50です。いわゆる走り込み、だからもうキャンプでは50メートル50本とか100本とかっていう、それだけの距離をタイム取ってっていう。だから確かに瞬発力的なものはつくとは思うんですけど、持久的なものも含めたらやっぱりいろんなバリエーションがあっていいなと思うんですけどね。それは両方やらない。もう50っていう、あのその凝り固まりは最後まで抜けなかったですね。あの人ああいうとこ頑固なんだよ。よく言えば自分の信念がぶれない。ずっと未だにこういうふりながらその信念が変えないじゃん。そこがいいとしてもね、どうせ監督やるんだから。でもね、やっぱりある程度そのなんちゅうのかな、その選手に合わさないとダメだと。あのベイスターズの弱い原因を遠巻きにいろいろこうやってみるとね、そういうところから来てるよ。弱いっていうか優勝できない。だってやっぱりラミレスがもうハンデ落ちたように6回7回で変えるでしょピッチャー、はい、でせっかく1年目でいいピッチャー出てきて、こいつらがスタミナがつかない前に変えられるから、次の時そこの基準になっちゃう。キャンプ私はもう最近行くこと機会はないんですけど、うんうんうん、いろいろ話聞くとキャンプで投げ込みをするピッチャーいないって言うんです。いないね。だから投げないで何するんだろうっていう、うん、それはやっぱりバイク超えてるとかっていう。そう、もう俺が言ってるの同じことだよね、言ってるでしょ。あのあれよ、今年のねヤクルトのキャンプがね、確かねピッチャー40キロだと。その前ベイスターズもね、なんかね去年か一昨年行った時も言ってたな、それって何球40球かね、何球。それでのニュースで今日は40球の投げ込みを行いましたって。だからアナウンサーとかね、ニュースとかその作るやつたちも間違ってんだよ。間違いが分かんないわけ、うん、だから投げ込みて信じない。この前もあの太田浩司でやった時もこれみんなに言ってんだけどね、あいつがあの 18球投げたでしょ、甲子園の時に。であれ、まあ振り返って、あれやっぱりしんどかったろ、投げて、あの何百球か投げてたら、いや全然楽でしたよ。だってその前毎日1ヶ月300から500球投げ出されたから、あれが一番楽だったって。試合が友達が一番少ないんだから。なるでしょうね、うん、あなるほどそうかと思ったんだけどさ、あのその間の松山商業じゃないですか、うんうん、でその時井上さんって、うん、井上ピッチャーいましたよね、うんうんうん、いたいた。であの人はストライクかアウトローか、うん、10球連続続かないとやめてもらえなかったらしい、うんうんうん、だから8球目とか9球目でボール、うん、もう1回行ってて、それでやっぱり投げてるから、うん、あのちょうどツーアウト周り2-3でストライク放ってるんですけど、うん、やっぱり練習した成果がね大事なところでっていう。それでもやらなかった。俺はやらされたよ。やらされたじゃなくてね、やったね。高校の時は練習嫌いだした、うん、高校の時は俺投げたの試合で、いやそのプロ入ってね練習する時にキャンプの時にさ、一応その時給続けて、あのそれが入ったらやめようって言ってさ、でもうすぐポシャるわけだよ。もう2、3球投げたら、でだんだんごめん2球までにしてとか言って随分下がりますね。下がってくるもういい。だって10球すら変えられたら1000球ぐらいなかかるよ。いや確かにそうですね、うん、だけどそれはね大事なんだよ。でもそこはだけどやっぱりそうやってそのピッチングコーチやってもやりがいがなんだなくなるよな。そうだ、そうですね。だからちょうどね、うん、森さんだから近藤さんから森さんになった時に、うん、任すぞって言われてやらせてもらったんですけど、その時がちょっと充実してましたから1年。森さんはどっちかっていうとコーチにやらせるもんだからね。で1年やってすぐ森重さんがもう来ちゃったんで、うん、その後ブルペン行っちゃいましたから。あそうか、森重が来たんだ。だからもう実質僕はやっぱりファームの2年間がやっぱり楽しかったですね、ーコーチとしては。人がいいんだよ結局カーッともうかましてよかった。俺呼んでくれたらカーッと言ってやったいや
まあだけど、まあ、経験としてはね、ピッチングコーチでそういうさ、はい、何もないのに一瞬うまくいったらそれが頭になるじゃない、はい、みたいな。そうするとやっぱりおかしいよな、伸びないの選手が。そうですね、だから、よく新聞の、スポーツ欄のところでファンの状況なんかも見てると、うん、先発ピッチャー3回、うん、あと1回ずつ6人ぐらい、うん、で、なんでこんな使い方するのと。ファームがそうです、はい、ファームの試合ですよね。そうだもん。そうするとこれ帰ってくると、いやこれじゃないです、壊れちゃうんです、壊れる選手取るなよと思うし壊れないように体鍛えろよと思うんですけどね。俺はもっとひどいんだよ、首にせえって言って、痛かったら投げれないと、もうそれで首にしたらいいやん、仕方ないよそのやらしたのと思うんですけどね、うん、だからドライチになってきたったらもっともっと早く少しでもっていう。そうそうそう、だからもう今はもう、まあ、佐々木朗希じゃないですけど、うん、なんで1年間鍛えることによって、うん、なんとかなったからって、みんなてあの優しく丁寧にってなってるじゃないですか。でもあれだって何勝したいんだろうね、あれ100勝できる、あれままいってどれぐらいかかる、このペースでは無理でしょうね。無理だ、だから記録なんか考えてないわけ、だからプロ野球って記録だからね。その前にもアメリカ行っちゃうでしょ。まあまあもちろんそうですね、それはもうそれが前提だから、あんな感じでやってね、ああいうの許しちゃいかんよね。でもそういうそのアメリカ行かせるためにあの日本で適当にやらしてるみたいなさ、それでまあ強制っていうか、そのめちゃくちゃ強制されたことはないよね。一応の基準は言われてさ、今さっきの50本じゃないけど、俺の時はね30、50、70、あとポールからボールっていうのがで、トイレの時はポールからポールまでウサギ飛びってなったからね昔は、うん、やりました、やったよな、はい、やった。なんであれ壊れるんだろうね、プロの選手は。俺が不思議でしょうがない。だから私も一番鍛えるその後の選手なんかに、うん、トレーニングコーチにやられたんですけど、うん、なんでああいう目にやらないんですかって、今お前と違ってあんなやらせたらみんな壊れちまう、うん、確かにな、そりゃそうだよ、だから壊れる。少年野球をね、まさに教えてましたし、はい、そこもやっぱりいろいろと、うん、ああ、そうかそうか、制約、いや難しいですよ、やっぱり、あのうさぎ跳びはしないですけど、うん、やっぱりいろんな面で足は、あの下半身が大切だよって話はしながら、うん、で、やっぱり今の子って成長痛が多いんですよ、うん、まあ、そうだそうだ、やっぱりあの発達するに周りの筋肉とか、うん、やっぱ骨の成長が早いわけじゃないですか、様式なんで。昔はね、常に正座だったとか、やったね、深いあのしゃがんだ状態でのトイレだったとかっていう、そういうスタイルでしたけど、今みんな座ってる状況ですから、やっぱり育ちが早いわけでしょ。だそれに筋肉の育ちがついていかないから、やっぱりその成長痛が出るっていう。うん、そうそう、まあ、まあそんなこともあるにせよ、まあ、まだ若いから、はい、球界でちょっとなんか。若いって言っても私も。まだ60代なんですけど、もう後半ですから。俺らね、後期高齢者。はい、知ってます。後期高齢者、保険料も毎月7万円取られて70万も取られるんだよ、バカバカしくたら。いや、後期じゃなくてもうその次だ。俺はね、末期高齢者後期高齢者ね、これ最近はもう、いやもう昨日もなんか聞いたよ、あの 後期高齢者の保険料金額決まりました。こんだけ毎月取られるのみたいな、年金より取られるんだから、ね、生きていけないよ、ああ。でもまあ、でもまださ、やれるから。いや、なんとかね、やっぱり今はその球界復帰するのは子供と一緒に野球やってるので、うん、まあ、それはいい、なんとなく、それもいいよね、はい、もうまだ自分の中ではね、あの今の小さい子供相手に昭和でやってるんで、うん、今の子供たちは多分怖いでしょうけどね、まだ昭和の雰囲気でやってます。まあそうだね。いやでもまあ俺はね、この YouTube も早いこと言ってたんだよね、遠藤遠藤って、あの裏の友達だから。裏ですか。裏友達だ、ね、いや、うん、だから興味深いな、いいんだよ、あのこういう俺はあの好き嫌いが激しいからさ、はい、もともともうあの遠藤遠藤言ってたんだけど、でもやっぱりね、こういう人間使うのはダメだよ、もうちょっとことの分かる人、今もだんだんいなくなってる。もうなんかあのコーチがさ、みんなあとピッ
ッチャーやったことあるのみたいな、いっぱいポーズやってるじゃない。まあ、ね、時代打つから仕方ない。時代だけどさ、はい、時代だけど。まあ、ゴンちゃんももうそんなに長くはないと思うんですけど。そこへは分かりませんけど。まあでも、ゴンちゃんはね、そういう言い方。いや、俺はまあ、行ったら長くしてんだけどさ。多分、名古屋でゴルフの残杯でしょうから、そうそう、先行でいらっしゃらないかと思いますけど。あのさんでいいけどね、野球界で、やっぱりまあ、勝てば冠軍みたいなところでさ、あのさ、あれ、WBC だったら行ったもんね、あの人は。行ましたね。どこでもすごい。ダルビッシュとくっついたりとかさ、ダルビッシュじゃない、大谷とか、うまいもんね、あの辺が、あの人、名古屋の人やもともと佐賀の人でしょ。そう、佐賀の人、まあ、そんなことで、遠藤の活躍をこれから見て、頑張ってやってくれ。なんとか頑張りますよ。遠藤さんも体は大事にしてください。いや、俺ね、もう終わってるから。末期高齢者なんか言わないで。まあ一回メッセージ行こうよ、また。はい、ぜひお願いします。4番はもうあんまり最近知らないですね。いや、もう変わりましたですよ。変わったよね。はい、昔の店は何にもなかったましたからね。ああ、楽しかったね、あの。そうですね、横浜の夜。はい、横浜の夜はいいですよ。二人の上に今、走馬灯のように我々には知り得ない世界が、知り得ない世界ということで、はい、遠藤さんに今日は来ていただきまして、頑張ってもらいます。メッシュ、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。